そしてお知らせがもう一つあります。 AKB48 チーム8の長野県代表メンバーオーディションが先月開催されまして、ついに新しいメンバーが決定しました。私もですね、これだねを代表して審査員の一人として参加させていただいたんですが、選ばれたのは一体どんな女の子でしょうか。先月開催された AKB48 チーム8長野県メンバーオーディション、 AKB48 になりたい、そんな熱い思いを抱えて集まった女の子たちの中から選ばれたのは高橋彩香ちゃん15歳。オーディションの様子ちょっとだけご覧ください。緊張する。お兄さんの影響で小さい頃から AKB48 に憧れていたさやかちゃん、得意な歌とキラキラした笑顔が審査員の心をわしづかみにしました。長野県の代表になった場合、土曜はこれだねという地元のテレビ局の番組に出演する可能性もあるんですが、食べることは好きですか。食べることは好きです。頼もしいです。さやかちゃんの番組出演もお楽しみに。 AKB48 チーム8長野県代表の高橋さやかです。と私は自分自身とても輝けるように全力で頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、応援しますよ。はい、もうこうしっかりとした芯の強いかという印象がありました。これだねでも応援していきます。